ワールドラバムとグッチと。イエスです。先ほどイエスの方なんか新しい方考えてます。新しいお願いします。今日はですね、はい、ヤスンと2人で、はい、ダブルスの卓球チームからやります。オッケーです。ダブルス大事ですからね、はい、今日はダブルスの聞きやすいサーブっていうのを2人で立ち合っていきます、はい、でそして聞くだけじゃなくて、あとですね、これを出したらちょっと逆にいけないよっていうものもあります、はいはい、なので、はい、まあ、その両方 の目線の方からわかりました、はい、聞きやすいやつと出し、これ出したらダメだよっていうのを、まあ、2人でですね、はい、まあ、出し合っていくような感じでいきます、はい、はい、っていうので、まず1つ目、私、はい、ダブルスの聞きやすいサーブっていうので、はい、ここのダブルスの真ん中のコースに、はい、ツーバウンドのサーブを出せ、なるほど、っていうことがまず大テストかなと思います、はい、やっぱダブルスってショートサーブがメインじゃないですか、うん、短いサーブが必要の中でその2バウンドで出しながら、ただなんとなく闇雲によくちょっとやってもらっていいですか、一緒に、はい、あのやっぱ2バウンドで短く出すサーブがベースなので、で聞きやすいのがここに2バウンドで短くサーブ出す、はいはい、真ん中ですね、ここに短くサーブです、はい、なのでサーブの種類はとりあえずまあいいんですけど、はい、でも真ん中の闇ってやっぱちょっとやりづらいですか。そうですね、はい、ちょっと移動しないといけないので。そうですよね、真ん中にとバックでこう気に入ったりが増えるのかな。ああ、なるほど、そうですよね、レシーブのとこう、はい、と右利きと組んでたら、そうなんですよね、はい、っていうことですよね、はい、はい、そうなんですよ、実際ダブルスっていうのは2人で休む、実際は休む隣にパートナーがいますので、うん、右の選手だと特に、はい、でその状態だと真ん中に2バウンドのサーブ出すと、それを意識しながら、パートナーを意識しながら、はい、そうですよね、結構きつい、はい、パートナーをこうやっぱ気遣いながらぶつからないようにレシーブしなきゃいけないんで、なのでぶつからないようにレシーブしなきゃっていうのがあるから、そうですね、やっぱポンってこう気に行くことが多くなるのかなとも思います。サーブ真ん中にやっぱ短いサーブを出すっていうのは非常に有効かなと思います、はい、安どうですか、その逆にこっちダメダメダメっていうか、なんと、まあ、ダメっていうわけではないんですけど、はい、まあそのちょっとねこっちに動くっていうのがあると逃げるの難しくなりますから、はい、まあ、ちょっとこっち出してもらっていいですか。はい、逆にここだとレシーブしてそのまんまこう抜けていけちゃうんですよね。そうですね、確かに確かに。じゃあ、2バウンドでよくありがちなここのクロス、はい、フォアクロスになんか、ね、狙って短くこう出すのは逆に相手からすると結構やりやすい。ちょっとやりやすい。レシーブからすると、はい、やりやすい。やりやすいと思います。まあ、ですよ。フリックとかもしやすそうですよね。ここから、はい、今日一番やっぱシェイクの一番レシーブでやっぱ一番力伝えやすいのはここら辺。そうですね。の距離レシーブの人やっぱ一番フリックだったり、はい、切ったりとかもしやすいですよね。切ったりとか、はい、こうやっぱここって一番いろんなことを、はい、しやすいポイントですね。しやすいですよね。やっぱそう思うとやっぱ真ん中に2バウンドで短いサーブ出すっていうのは、あ、そうですね、やっぱちょっと詰まっちゃう。はい、そうですね、詰まっ、はい、なのでサーブの種類はとりあえずまあいいんですけど、はい、でも真ん中の闇ってやっぱちょっとクロス、はい、フォアクロスになんか、ね、狙って短くこう出すのは逆に、はい、2つ目何か安い気がする。そしたら、はい、長いサーブ出すときは、はいはい、真ん中から真ん中に出しましょう。あー、なるほど、真ん中つながりで。そうですね、真ん中つながり。じゃあちょっと安いのあれしてみます。はい、はい、真ん中つながり、ここ、はい、そうそうそう、今グッチさんがやってたことを、はい、ここで考えてるか、はい、長い番、長い番、なるほどなるほど。おお、無理だあれは無理だ、完璧だ完璧だ、やっぱ、ああ、そうですね、はい、それ一番確かに、早いサーブをこっち、そうです、真ん中にってことですね、はい、確かに距離的にも一番、なんですかね、短い距離、短い距離ですね。しかもそれでさっき言ったそのパートナーが実際ここにいる。そうなんですよ、もうそこに出すとこっちに抜けちゃう人の方が多いんですけど、うん、そうそう、こっち抜けるとバック詰めやすいですからね。そうですよね、はい、こっちやっちゃうと、そうですね、だからパートナーの人がいる状態で真ん中にロングサーブ来たら結構やばいですよね。だからもう、すいませんみたいなすいませんみたいなもうなんか難しいですよね。ちょっとさっき、はい、はい、クロスに、はい、あ、もうでもこっちだとやっぱ待ってるから打てるさ、そういるところなんですよね。ダブルスだとやっぱこんだけで待っていいから、はい、いいっすね、やっぱロングクロスで組むだけだと、あ、それはちょっとあれだけど、うん、でもこう、うん、ちょっと、うん、ってなって、そうですね、そう、こっちはちょっと、まあ、こういう短いのがある。あ、でさっきのやつですよね、はい、これレシーブうまくできないやつですね。あ、まあ、あとはちょっとここに付け出すんだったら、はい、その
強い変化じゃなくていいんで、気持ち横が入ると、こっちに曲がるサーブにして出すと、はいはい、こうルールの範囲 OK な感じでバウンドするんですけど、はい、こう来る感じ、これがやっぱ嫌ですよね。いいですね、いいですね、いいですね、はい。だからイメージ的にはあのここにじゃ 横ロングを出すってことなんですね。そうです、まあ、そんな切らなくていいんでね。まあ、そうですね、実際あんま全力で切るとは難しいですよね。難しいです、ここ狙うのに結構難しい。帰ってきた時にパートナーも難しい。そうですね、帰ってそれはカードでなるほど、そうですね。だからあ、じゃあ安定性の方を重視した中でちょっと横入れていただける、はい、ちょっとボールがずれるぐらい。ああ、いいですね、はい、それ取りづらい会話、なるほどなるほど。おお、無理だ会話、なるほどなるほど。おお、無理ださっきの短いミドルに出すサーブの、はい、ショートの順横回転を出すやつです。はいはいはい、まあ、安いのはさっきやってるやつは短いやつですね。はい、まあ同じ、これやっぱ大事ですね、そこに短い、はい、また同じですね、やっぱ同じですね、逃げるような短く2バウンドで真ん中ら辺に横回転を出すですね。はい、だから真ん中はやっぱ曲がって、はい、はい、来るので、よりシェイクのこの、そうですね、レシーブがしづらいと思います。はい、うわ、そこやっぱ強くいいレシーブしづらいんで、やっぱ真ん中に。ここは横入ってると逆に簡単かもしれない。ああ、そうですね、そうですね、こっち側ってことですね、こっち側、はい、まあ、この辺になっちゃうと。そうですね、こういうのもやりやすい、そうです、ね、回転使ってるんで、はい、シェイクだと、シェイクかレシーブ、ダブルスレシーブはやっぱここが一番、はい、ね、払ったり切ったり ね、そうですね、利用されちゃうんですよね、レシーブやっぱ待ってるから。まだ真下とかの方が、はいはい、ああ、そうですね、このクロスに正統派で行く場合はですよ ね、はい、まあ、そうですね、まだ下回転切ってもらったのがまだあのこういうやつですね、こういうやつの方がまだこう置きに行ってくれる、クロスにちゃんと行ってっていう、うん、そうですね、だからそう思うとやっぱ真ん中に2バウンドこう出せば、ああ、やっぱそうですね、やっぱこう強く回転かけられないですね、はい、ちょっと難しいです。ここ入ってると逆に簡単かもしれない。ああ、そうですね、そうですね、こっち側ってことですね、こっち側、はい、まあ、この辺になっちゃうと、そうですね、こういうのもやりやすいです。うわー、ここ嫌、ね、続いて4つ目どうですか、安野さん、ね、安野さん、まあ、短いサーブなんですけど、うん、短いサーブはめっちゃ短いサーブよりはギリギリ出ないぐらいのサーブの方が、ああ、そうですね、それ大事ですね、はい、はい、ちょっとやってみましょう。はい、オッケーです。じゃあ、そうですね。そこ大事ですね。やっぱりすごい短いサーブって、うん、ストップ、フリック、もうネット近いんで、うん、相手も簡単なんですよね。そうですね。打たれたくなくて、はい、こうやって、はい、そうですね。そしたらこう、そしたらここやりたい方だよ、はい、この、そうですね。めっちゃ短いサーブ。そうですね。じゃなくて、ちょっとギリてないぐらいに、うん、このぐらい。多分今ギリギリバウンドするんじゃないか。そうですね。うん、あ、そうですね、これですね、そう、これですね、打とうとするけども出てないから、うん、打ちづらい、そうですね、で、ストップしに行こうと思ったらちょっと長いから、うん、うん、そうですね、ストップを、あの、相手のストップが短くなりづらい、で、フリックなんかもちょっと距離があるから、そうですね、ちょっと入れに行くようなフリック、うん、そうですね、今みたいに乗っかったっすね、はい、はい、今チキータとかでも一緒ですね、うん、この辺からドーンって打たれるよりも、そうですね、うっってやってもらった方が、うん、こう相手にこう下がりながらやってもらった方が、その強い球を打ちにくいんで、確かにそうですね、チキータやろうとしても、あ、そうですね、やっちゃう、やりづらいですね、こうしなくちゃいい、今やろうとしても、あ、結構来るから、いつっつきに変更しようみたいな、やっぱり遠いところからレシーブしてもらった方が3球目の人も反応しやすいと思うんで、うん、まあ、そうですね、短いサーブはこうではなく、あ、ビタじゃなくて、ビタじゃなくて、ちょっと、あ、そうですね、ちょっとこう、ちょっとそうそう、進むようなやつですね、ギリギリ台から出ないぐらいっていうのが一個大事な基準になるのかなと思っております。はい、このそうですね、めっちゃ短いサーブ、そうですね、じゃあ2、うん、このぐらい、多分今ギリギリです、このそうですね、めっちゃ短いサーブ、そうですね、じゃあ2、うん、このぐらい、多分今ギリギリ、はい、今度5つ目なんですけど、今度私がおすすめなのは、まあちょっとサーブの技なんですけど、はい、上からナックルサーブ、ほう、上からナック、はい、上からナック、はい、ダブルスはやっぱナックルサーブっていうのが結構メインになるので、はい、こうかけないサーブなんですけど、やっぱ普通にただ平行スイングでかけなかったら、平行でかけないとしっかり短くはなるんですけど、さっきと一緒なんですね、勢いがないからこれもこうやってピタッと止められちゃうんですよね、こういうナックルだから、はい、
タッと、これストップしてもらっていいですか、これ多分ピタッと、はい、なのでこう浮いてこないからパートナーにナックル出してるのにパートナーが打てないっていう状態なんですけど、その時にナックルをまあもちろん2バウンドで短くやりながらちょっと上からナックル、上からナックルっていう感じで、まあ斜め上から斜め下にかけてスイングしてもらうような、ちょっと上目から入ったナックル出すと勢いが出るので、すいません、これでやるとサーブ自体に勢いが出るので、あ、こうやってボンって開くのでパートナーがありがとうってなります。だからこのナックルサーブはダブルスでかなり必要、結構トップ選手もね、みんなほとんどナックルが主体なんですけど、その中で上からナックルで短く出す、こうやって打てるっていう、これストップしてもらっていいですか、これ多分ピタッと、はい、サーブ自体に勢いが出るので、あ、こうやってボンって開くのでパートナーがありがとうって言います。普通のナックルと上からナックル、はい、じゃあどうすか、休む、あとは6個目かな、6個目、はい、そうですね、横回転系の必殺サーブ的なやつは相手がレシーブミスをしてくれないんだったら出さない方がいい、うん、そうですね、それは、ね、はい、本当に極端なんですけど、うん、もううわーんって出して相手がポーンってミスしてくれるんだったらどんどん出して OK です、うんうん、はい、ミスしてくれないんだったら出さない方がいいです、あ、そうですね、はい、まあ、ちょっとこれ説明しましょう、はい、じゃあ思いっきり切るんで、はい、レシーブしてもらって、はい、まあ、最初ポンって飛ば、はい、食らっちゃってもらっていいですよ、で、ガーンって、あー、やべえ、はい、相手がこういう感じでもう回転に対応できないんだったら、うん、じゃんじゃん出して点数もらいましょう、そうですね、あー、やべえ、もういいぞ、来たさっきは言ってたやつのここですね、あれやっぱ取れねえわ、おー、そう、こういう状態だったらね、はい、これそうですね、ガーンって出してこう、こうなったりとか、すいませんとっていう状態だったらもういっぱい出してください、うん、でもこれが相手が回転見極めてピッてこう返してくる状況、うんうん、これ超このボールすっごい横回転残ってるんですよ、そうですね、そうですね、確かに、はい、ちょっとストップの方が分かりやすいです、分かりました、じゃあストップしてみますね、はい、出したら OK です、これほらこっちが打てない、だからパートナーが3球目すっごい打ちにくかったりするんですよ、ボールが変化したり、そうですね、はい、ちょっと微妙な回転の差でミスが出やすくなるんで、うん、まあダブルスにおいては必殺サーブはもう本当に効くか効かないかで、うん、もう効かないのに無理してやると大体負けますそうですね、そうですね、はい、でそこはちょっと注意していただいた方がいいかなというところ で、はい、そうですね、あと、はい、パートナーが怒りますね、結構これはミックスの試合とかでもすごく多くて、女性の方がピョーンってやってるのに、うん、男性同士でやった時も出して綺麗に返されると、女性の方がすごく打ちづらそうにしてるとか、まあ、浮いてたとしてもすごい回転残って打てなかったりとかするシーンがよくありますよね、はい、だから相手が入れれるか入れれないかで使うかどうかっていうのはちょっと変えていった方がいいのかなと思います。もちろん持ってたらすごい武器になるんで、例えば中学生とかでもね、もうそれ一本あるだけで勝っちゃう試合とかも全然出てくると思うんで、持ってた方がいいけど使い方は慎重にっていう感じ。ああ、そうですね。いや、はい、まさにそんな感じですね。はい、あ、ありがとうございます。バックサーブでフォア前を再度切るようにバックサーブを出して相手のレシーブを大きくこう足を運ばせるというやり方ですね。ただこれはあれです、ある意味ちょっと初級者限定、通常だったらこうやって真ん中に出す横回転とか出しちゃうとやっぱ打たれちゃう、でそこであそこですね、フォア前にこういうやつですね、はい、フォア前に右脇こういうのですね、まあああやって横入れができるスキルの人には効きません、おー、はい、あ、やべ、久しぶりに入った、はい、あえてあの足のある男子選手もしくはドライブゴリゴリの、イケイケの子たちにはちょっと効かないものなんですけど、横回転をちょっとかけてここするとこうやって打ちやすい、はい、相手が大きくレシーブを運ぶので次が打ちやすい、そう、これなんかもう置きに行ったらとんでもないことになりますね、そうですね、これをどうしてもこうわそうですね、もうやっぱこれ次打ちやすいんだよ、はい、なのでまあこれも回転というよりかコースだけ優先してこう入れてもらうのは切り、
まあ、切りに行くという、切りに行くとやっぱミスしやすいので、はい、切りに行くとやっぱ難しいので、難しいので、ああちょっとまあ、ツーバウンド短く優しくこう逃げる。いやー、そして次詰める形。巻き込みでもいいです。巻き込みでも代用できますんで。逃げるような回転がやっぱいいので、はい、でこう、はい、いや、それさっきのこことここが同じフォームから受けたらめちゃくちゃいいですね。そうですね、確かにそのチラシ最強ですね。そうですね、だから順横フォームでここにいっぱい出しといて、うん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 、そこから順横から巻き込みみたいな感じでここ来たら、うん、いや、それ多分一番やばいっすね。あのこっちと僕だったら逆にここに構えて両ハンドでレシーブしないと無理だなってなっちゃいそうな、あのいつも通り全部フォアでカバーしようとするとちょっときついなって思っちゃう、うん、まあそうなったらかなりレシーブとしてはもうそうですね、もうここ来たらもう全部こうですからね。じゃあダブルスだとしても結構厳しい、厳しいですね、狙い方をされているような状態で、はい、いいですね、確かに、はい、その組み合わせ確かにやばいな、確かに、確かに短く出しといて、でこの辺にいて、でこっち、こっちですね。確かにこのこういうコースのチラシ、はい、できるですね、ダブルスでも実際。そう、そのぐらいでいいよ。フォームでここにいっぱい出しといて、うん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 、そこから順横から巻き込みみたいな感じでここ来たら、うん、いやそれはい、はい、8個目、そうですね、下系を出すときに大事なことは、うん、まあ、さっきはちょっとコースのお話、はい、で長さ言ったんですけど、今度回転のお話です、うんうんうん、すっごいブチ切りを出すよりはなんだろうな、ナックルと下が分かりにくい方がいい。あ、そうですね、はい、確かにそう。ちなみに、はい、すごい強い実業団でやってた方とかは本当にサーブが分からないんですよ、うん、ダブルスなのに。そうですね、何が分からないって下だと思ってストップしたらナックルだったとか、うん、でもう浮かしまくってるから、うん、ナックルにちゃんと合わせようと思ってペッて出したら、うん、そういう時に限って下が切れてたりとか、うん、その差が全然分からないんですよね、うん、そうですね、分かります。しかもそれが同じフォームから繰り出されるじゃないですか。そうなんですよ。そうですね、サーブ出すときにまず1個、うん、大事なのがもう極力フォームを一緒にする。うん、極力フォーム、そう、ナックルの時はこうとか、そうですね、それバレちゃう。下の時はこうとか、それはもうバレバレなんで、そうですね、全部下が出そうなフォームでこうやって持っていくと、おお、いいね、ね、これ下なんですよ。悩みますよね、ちょっと、はい、ちょっと悩みますね。ナックルも、はい、ビッタビタのナックルじゃなくてもいいし、うん、そうですね、今みたいなこうやっぱ来るな、そうですね、下回転みたいな、で、はい、下も行くようにしておけば、うん、全部同じような弾道でまず、うん、やっぱ軌道をちょっとじゃあ重みたいな、ね、出方をできるだけ意識するような、そうですね、感じでっていうことなんですよね、はい、ナックルも進んでいくようにする。ああ、やべやべ、はい、はい、ナックルだけこれ下です。結構引っかかってる。いや、それは引っかかりますね。はい、単純に引っかかる、まあ、さっき言ったようにビタビタに短くしない方がいいので、うん、進んでいく軌道っていうのは出しやすくて、そうですね、確かに、はい、うん、そうすると結構こうストップとかつつきのところで浮いたり、うんうん、ネットミスしたりっていうのが非常に増えるのかなと思いますので、うんうん、下回転系出すときはすっごいブチ切れ、すっごいナックルっていう差を作るっていうよりは、うん、分かりにくさ、うんうん、差はちっちゃくていいです、うん、相手にそこにズレを生ませるような、そうですね、分かりにくさの方が大事なので、極力同じフォームで、うん、確かに下とかナックルとか、はい、下とか、はい、そうですね、それレシーブをポワらせるんですよね、尻尾ポワとかこうなっちゃうんですよ、ストップがやっぱこう今みたいに、はい、置きに行ってももうこうなってやっぱ切れてるの見えてるからやっぱ上がりやすくなっちゃうんで、はい、まあそしたらもうピャーンとかごちそうさまな感じになっちゃうんです。だから標準の一番打たせない標準の短い下回転系を出すときにこういう工夫ができてると、何気なくそうやって出せるとすっごいポロポロこぼれた点数をもらえるので、そうですね、はい、いやダブルさんは特にサーブのあれがそれなんていうんですか、内容的にそのすごそうなサーブを出している人というよりも、それシンプルに縦回転だけでこうやってやってくるやる人の方が多いじゃないですか、はい、上手い人って特に。なんでこれはちょっと中級者以上の話なのかもしれないですけど、はいはい、うすね、こういうふうなことを意識してこう一発で効かせるというよりは、一試合通してずっとこうやって使い続ける感じの、これも標準装備になればすごい武器になるサーブかなと思います。いや、ありがとうございます、まさにもうその通りだと思います。そう、ナックルの時はこうとか、そうですね、それバイト下の時は
こうとか、それはもうバレバレなんで、とか、ナックルとか、下とか、9個目なんですけど、はい、これは、まあ、ちょっとレベル高めなんですけど、はい、最近ダブルスだとチキータとか、台上ドライブがすごくやっぱレシーブはやりやすいじゃないですか、コースが限定されてる中でやるんで、やっぱ。みんなチキータ大丈夫だよ、めっちゃ活気してくるんですけど、はい、でそこに対していいロングサーブが必要になってるのかなっていう、チキータ潰し、はい、でそこでやっぱクロスにこう深くナックルロングとかがあるといいかなっていう感じがありますね、はい、やっぱ最近チキータする子たちはもうどんな回転でもこうやって、ああそうですね、やっぱ僕がやってやっぱコース決められてるからチキータしやすいんですよね。だそのままの振りで、できるだけ同じフォームのままでこういう、あ、ごめんなさい、いやー、嫌だなぁ、同じフォームで、あ、こういうのですね、こういうのですね、はい、まあね、もうここに関してはもうやっぱチキータを狙ってる選手、チキータ使ってくる選手に対しては定期的にやっぱクロスに同じフォームで長いナックルロングがあるといいかなっていう、フォームバレると、さすがにこうやってバレるとやっぱそうですね、はい、あからさまに上だよっていうのを出すのはやっぱ今みたいにやられちゃうんですけど、やっぱ下回転のフォームでナックルロング出してあげると、はい、相手はチキータを潰すことができるかなと思います。なのでここら辺を適度に混ぜるといいのかなと、はい、まあ全部、いやこれやりすぎると待たれるんで、はい、チキータ多いなっていうところで勝負どころでチキータ多いな、同じ振りでナックルロングがバックかけます、はい、そしたらチキータもチキータの勢いも減ると思います。ナックルロングが速いやつ、深いのあるよって思わせて、その後、ごめんなさい、もう一回やってください。ナックルロングが速いのあるよと思うと、チキータの質がやっぱ、そうですね、やっぱ、そうやって、ちょっとフォアで取った方がいい。はい、フォアハンドで取らなきゃなっていう、長いのあるかもって、はい。やっぱチキータの精度もちょっと、こう、ゆっくりになってくれるっていうか、チキータの精度もちょっと落ちるかなとは思います。はい、ショート出して。はい、あ、ちょっとそこに補足っていうのを説明します。チキータ相手がしてくるときに、うん、ちょっと言ってもらっていいですか。はいはいはい、チキータ相手がしてきそうっていうときに、はい、こうサーブをこうやって出すと、うん、相手が動くわけですよ。はいはいはい、だいたいちょっと先に一歩出るんですよ。そうっすね、先にそうっすね、こういうことですよね。そうです、そうです、こういうことですよね。その一歩が出た瞬間に長いサーブに切り替えれるんだったら切り替えた方がいい。ああ、なるほどなるほど、はい、じゃあだからこうやってやって、まあ打ち出されてるわけですけど、はいはい、一歩出たなと思ったらその瞬間に手をもう叩いちゃう。上級者テクニックっすね、完全に。でもいいっすね、いいっすね。でも聞いたらやってますよね、うん、動いた瞬間に長いの来るっていうのは、いや、確かに見れる人はやってるっすね、確かに。おということでですね、はい、参考にしていただけたら嬉しいです。予選ありがとうございました。グッチさん、ありがとうございます。ありがとうございました。いやいやいや、見てくれた皆様にお礼を言ってくださいよ。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。